ね、愛を呼ぶというドラマが昔あったんですけどね、いつの時代か調べてみますと、1972年なので、46年前です。皆さん覚えておられますかね。はい、で、耳をすましてください。日本ドラマ。Thank you.
ダンシングヒーローですね、荻野目洋子さんが、去年の紅白とかで、なんか平野ノラさんと富岡高校のダンス部で有名ですね。24時間マラソンとかで言っております。ザードの負けない。